おい、ハムマンのことをぼんやり見るでない、この変態。かわいい？褒めれば舞い上がるとでも思っているのか、このバカ者。変態、何をジロジロ見てるのだ。ハムマンに触れるでない、この変態。もしもし、海軍部？そうなんです、この指揮官が痴漢を働いて今すぐ来てくれ。ハムマンのどこを見てるのよ、変態。新しい服だけなのに、なんでハムマンがスカートを託し上げなきゃならないの？はぁ？もっと嫌そうな表情で？この変態！こんな格好しただけで張り切るなんて、やっぱり救いようがない変態ね！変態！撃っちゃうわよ！この変態！どこを見ているの？この変態！何？不可抗力？そんなのハムマンが信じるとでも思うの？ちゃんと自己紹介をしたかったのに。今のは覚えたぞ！変態！スケベ！今のは、ヨクタン姉さんにも。ヨクタン姉さんがあんたを怒らなくても、ハムマンにはまだ手があるのだ！いつまで見ている気なのだ？ハムマンの水着姿が、そんなにいいの？どうして変態って言わないのかって？何よ、ハムマンのことをからかっているの？変態！どすけで！ハムマンは絶対に許さないんだから！このバカ！変態！ロリコン！ねえ、こんなに媚びへつらって、何時はもしかしてロリコン？このケダモノ！まだ言い訳するの？ベッドの下の薄い本、全部読んだわよ。やっぱり指揮官は私がいないと。変態？私は白衣の天使よ、この変態。指揮官、もしかして、変態さん？指揮官、変態さん。指揮官、変態お客さん？変態さん、倒さないと。何してるのよ！この変態！ド変態！ちょっと、やめなさいよ！この変態！ド変態！変態タレン！このドスケベ！このドスケベ！人が困っている隙に！指揮官のスケベ！と叫ぶのに一番いいタイミングです。考え直させたければ、ちょっとした約束をしていただけませんと。撮影ですか？まったく、こんな屋外で。いやらしい写真はお断りですから。屋内でもダメです、この変態。指揮官、変なゴーストにでも疲れた？自慢じゃありませんが、感情を顔に出さないことが得意です。指揮官はこんな無表情な子が嫌いではないというのですか？なるほど。指揮官は変態さんですね。指揮官はバカで変態さんですけど、ブルドッグはそういう人が嫌いだなんて言ったことありませんよ。でも自分より小さい女の子にこんなことを言わせるなんて、やっぱりバカで変態さんですね。
官のドスケベ。太ってるか確認するって、じゃないわよこのエロ指揮官。どこ触ってるですか変態。不潔なのです、軽蔑するのです。姉様に言いつけてやる。やっぱり大きいの好きなの。最低。指揮官、手法と痴漢対策スプレーどっちを食らってみたいの。そんなところを触る変態は思い切り踏んづけてあげますわ。むむ、変態指揮官め、ヘッドスマッシュを食らえ。指揮官、変な気分にでもなっちゃいました。いつも変なことばかり。指揮官はやっぱりエッチなことに興味があるよね。キャー、指揮官エロはいけませんよ。ちょっとカノン、エロ指揮官。